今回は新しい闇限定のこの宇宙かわいいスーパー女の子清掃ちゃん、これ使っていこうかなと思うんですけど、まあ性能に関しては反射でワープブロック転送を持ってます。あとはリジェネ M と、あとノーダメヒールと、まあバイタルキラー EL だね。リジェネ M とかは金木くんとか持ってるからピンときやすいけど、バイタルキラー EL に関してはまあ初めて実装されたキャラになってる。ヒットポイントが半分切るまではダメージ3倍で、超えたら1倍まあワンパン系に強い感じだね。で SS はパワーがアップ、速度は乗らないね。で自陣の防御力をダウンして超反撃モードで等倍反撃で、このバイタルキラー EL の乗ってくる超強ダンクレーザー、多分火力的には同じ友情を持ってるのが砲撃型のルビーなんですけど、あれと同じか、それより超えるかな、有利属性に対しては。なので、まあ、ほぼほぼルビー以上、ルビーよりちょい上になるっけ、ルビーと同じだっけ、ちょっと細かい計算してないけど、まあ、それぐらいの威力を出しつつ、いけますよということで、まあ、とりあえず、ワープブロックのアリア使います。で、まあ、清掃ちゃんの話するときは絶対に話してるけど、今どこで使うんすかって言われたら、別に使いません。私も多分この使ってみた動画撮ったら、当分の間は倉庫版になるかなと思ってる。ただ、モンストの属性源はね、まあ歴史が証明してるんですけど、おー。まあやっぱ当たったら倒すね。まあ歴史が証明してるんですけど、大体刺さるのよ。高難易度に。シャルルマーニュも、実装当時どこ言われるんだ、どこ使うんだ。で、クリムトも実装当時。まあスペック高いのは分かったけど、どこ使うんだ。で、昔だと、もっと遡るピリカとか、聖徳太子とか、アムリタもそうだったっけ？まあそういう、どこで使うのかよくわかんねえみたいなキャラは、コラボだと埋もれがちだけど、モンストオリキャラだと、しっかり刺さるんですよね。で、リバースダンクレーザーも合わせて持ってるから、ルビーは角とかにいると、結局、外側にしか撃てないから、マジで使い物になるんですけど、これは、ケツからも、清掃ちゃんレーザー出せるんで、まあ、この弱点と清掃ちゃんを繋いで、レーザー撃つと、まあ当てられますよと。なんで、これが多分、強いところだね。で、そういうめんどくさいところも、SS を使ったら、反撃モードで、攻撃を受けたら反撃打てるんで、だからこういうところで SS 使うと、はい。で、これで、はい、はい。あー、オッケーオッケー。これで倒せるっていう感じだね。で、移動してきた時にこれが当たってくれるといいんだけど、お！これは当たるんじゃない？多分移動してきた時に、反撃当たって、死ぬかな？これ。敵。ほい。お！これこれ。これこれ。で、ダンクレーザーを当てましいので、はい。通常ダンク。なので、ルビーに比べると、威力はまあほぼ同じくらいって今は言っとくけど、当てやすさが、段違いにいいみたいな感じだね。だからここも、まあ、下からこう打ってダンクレーザー当てたら、はい。っていう感じの使い方が、今は多分もてはやされそうな雰囲気、醸し出してんのかな。ただ、まあ、友情コンボで、高難易度輝かせるのは、ルシファーでどうせ叩き潰される。これ、これこれ。ルシファーでどうせ叩き潰されるんで、まあ多分どっかで刺さるのはどうなんだろう。やっぱ殴りとかになってくるのかな。なんかクリムトも砲撃型の吊らして、定員7は殴りゲーなんで、あ、でも友情も取ってるか。どうなんだろう。殴りと見せかけて友情なのか、友情と見せかけて殴りなのか、まあちょっとそこは今ちょっとわかんないね。でも、庭園のクリムトは意外と友情でなんか雑魚処理みたいな使い方もできたから、まあこの当てにくいのも、友情コンボでなんとかできたりすんのかな？いやね、ギミック将来的に刺さるなら、どういう風になるかなっていうのも考えてたんですけど、で、ダンク当てます。はい。あ、そっかこれ、バイタル切ってるからバイタル、半分超えてるからバイタルかからなくて、クソタコ友情になってる。こうなったらもう、ルビーよりも3分の1以下になります。はい。こうなったら殴りなんですよね。だから一応ギミック的には、ワープブロック転送って、龍子しかいないから、マジで、キャラ少なすぎてダメなんですけど、可能性ありそうなのが、ブロック転送なんですよね。まあ、多分今右側に図鑑も出してると思うけど、ちょうどね、コラボとかでも、いや、こいつ何みたいな。使いどころあるみたいなキャラクターの大半が、ブロック転送に結構いるから、まあ、王騎将軍しかり、あと、ドラケンしかり、シンアスカしかり、まあ、実装当時、まあ、スペック高いけどよくわかんねえなって言われてたようなキャラたちが、軒並み、清掃ちゃんの接待と共に刺さるんで、この辺がかなり怪しいんですよね。
まあでもこれらのコラボキャラ全部持ってたら、まあ別に清掃ちゃん引かなくても、まあ、フレンド清掃ちゃんでなんとかなんのかな。どうなんだろう。でもスピードアップの新アスカとか、ドレイン持ってる王騎将軍とか、なんか清掃ちゃん持ってても、ポテンシャル的には入れたいけどね。ジャクロとかもあるし。意外とみんないいもん持ってっから、あ、これダンクあったらどうなる？まだ反撃切れてないからね。はい。どうかな？いけ！おお、まあ、でもさすがにアリアだとそんなもんか。直殴りクエなんで、1億とか叩き出しても、やっぱり、ヒットポイントがもともと多いんでね。でも、1億は普通に友情コンボで叩き出せるんだ。だからこれも、弱点とこう。これでバウンドして、レーザーを当てる。いけ。いや、ダメだ。で、これ超えちゃったら、あー、クソ雑魚化しちゃう。なんかすごいもったいない感。なんか、途中までは3倍なのに、それを超えちゃったら、半額になっちゃうから、そこが少し悲しいところよね。まあもうこれは弱強系で言うか。はい。おい。まあここはちょっと時間、難易度弱点だから殴れないんで、普通に行こうか。でもこれ弱点当てたら、削れるかな？どうだろう？ここで、あー、そっちだと当たるか、これ。細いからな、レーザー。いや、当たんねえ。ただ、加速して。あ、でも意外と殴りもいける。いや、単に外側あれだけか。バイタルキラー切れたら、まあ、普通のキャラになっちゃうから。あとはあれか、事業化倍率がどんな感じになってるかね。今の私知らないけど、パワーがアップだから、一応、なに、千早とかもパワーがアップ表記だったら、何倍だっけ？確か2段階目が4倍とかになってる。でもあれはパワー型の補正がかかってた。あ、でもシャルル前にもパワーがアップとか言われてるけど。あ、でもね、あれはパワーがアップのみだから反撃モードとかないんで、どうかな？ちょっとこれじゃあ、ちょっとガイドもあるから、剣パネル1個で挟まってみようか。はい。いけ！バイタルキラー入るよ！おー、意外といく！まあ多分これを 100% 活かすんだったら、パワーアップオールとかなんですよね。パワーアップオールとか使って、一撃でっかいのドンワンパンみたいなクエスト作ったら、バイタルキラーが 100% ぶっ刺さるんで、多分そうなったらやばそう。はい。で、倒していって、次もこれコンペイトーでうまいこと倒して、で、弱露して、友情コンボ当てる。それか殴り。お！あー、これこれこれできると強いのよな。あー、いやいや、こっちこっち。あ、守護獣ちょっと用意したけど、いらなかったな。おい、おい。で、よし、オッケー。じゃあ、あとは、よし、これで、おお、強っ！いや、やべ、これ、バイタル切れてるバイタル切れてる、これ。弱露して、ちょっとレーザー強化した状態で当てたかったんだけど、おお、あー、切れちまった！完全に切れてる。でも逆に言うと、今の威力の3倍を、バイタルキラーあるときはさせるってことだから、ここで当てて、当てる当てるで、はい。友情コンボ当てる。これ当てる。全然出ない。全然。まあでもここから反撃だからね。これで。はい。これで。終わった。やっぱなんかバイタル切れた時のなんか、なんだろう、お得というより、お得というより半分超えて削れる量が減ると、損みたいな気持ちになっちゃうけど。これ私だけかな。そしたら、ラウドラ極み？このクエストで、清掃ちゃん手伝いの一つの形っていうの、見てみようかなと思います。で、これどういうことかっていうと、ラウドラバリアって、まあ、普段はあんまり意識することないんですけど、バリア割った自分のターンと、敵のターンも実は割れたままなんですよね。まあ、普段は敵のターンに攻撃する手段がないんで、敵のターンにバリアが割れてようが割れてまいが、別にどっちでもいいんですけど、今回の、この清掃ちゃんに関しては、敵のターンに攻撃をする能力を持ってるんで、これでね、いや、輝くんじゃねえのかな、みたいな。そんな気がしてる。だから普通のキャラだったら、まあ、自分のターンにバリアを割って、まあ、それで倒しきれなかったら、そのまんま、みたいな感じだけど、このキャラは、敵のターンにも攻撃できるんで、それを活かして、なんかできねえかな、みたいな。その辺の可能性を、お調べしたいですね。やっていこうかなと思います。
ただまあこの辺は普通にあのバリア割って普通に雑魚処理していくだけの簡単な仕事じゃない。とりあえず一旦ちょっとボス戦のところまで一旦これ飛ばしていこうかな。こう、敵の攻撃がね、ラウドラの、まあちょっと今回は地雷も出てくるから、おおこれ。あ、そっか、あれか。リバースタンクだから、もう横勘で当てた時点で、絶対に横方向に出るから、まあ実質、まあバーティカルレーザーと一緒みたいな。そんな感じになってるから、意外といけるのか。はい。じゃ、これも、で、これで暴れてって、頼む、もう一回。微妙い。ただ、こっから反撃うまいこと当たったら結構いけんだけど、あ、そっか、敵のターンが何もねえや。バリア割って倒しいの。でもやっぱ昔のクエストだから、攻撃さえ当たれば、マジでやばいことができるんで、これで薄く上がって、レーザーぶち当てたいな。はい。で、これで、レーザー、はいいや、これがまあ普通の戦いだね。とりあえず、まあボス戦になったら反撃モードとかも多分活かせると思うんで、そこで、ちょっと見てみたいかな。あと、自強化倍率これ、2段階目やっぱパワーがアップっていう表記なだけあって、自強化16ターン 2.5 倍とかなり盛られてるんで、そこも、まあ結構強そうな点よね。うまいこと、あとは、加速、バリア。で、反撃。あー、でもダメだ。そうだ、開幕遅延かけてっから。あ、これなんか攻撃してくれっかな。はい。それはもう攻撃とは言わない。まあ、とりあえず今は攻撃が何もないんで、まあ、とりあえず着実に丁寧に敵を処理していくと。で、あとこの真ん中のレザバリのドクロもクソ邪魔だな、これ。まあバブリー付与もしといて、はい。ありがとうするでしょ？よし、バレた。あー、すごいいい。あ、でもこれ、どうだ？何してくるっけ、この人。レーザーくれ、レーザーくれ。あー、やっぱりそのドクロクソ邪魔。ドクロ邪魔だ。まあ、とりあえず、これちょっと、自強化 2.5 倍の殴りというものを、やってみましょうか、じゃあ。はい。これで飛んでってもらって、さ、バリア！お！やっぱ、バイタルかかってる間のダメージはでかいよな。この間にだから、ダメージを、なんか、敵にダメージ与えてね、みたいな仕組みだったら、ガチ清掃シャン接待が入っちゃうところね。また手噛んで、はい。こいつら倒しいの。で、カンカン。あ、あ、あ、あいつも倒したい！あ、これで反撃、あ、ダメだ。これ反撃意味ないか。まあ、横勘で、丁寧に着実に、これめんどくさいけど、一体一体倒さないといけない仕組みなんで、すべての雑魚処理終わってから、初めて、攻撃、防御ダウンして、敵に攻撃が通る仕組みだからね。ちょっとラウドの極みの作りだけ、マジでめんどくさいのよな。なんでこんな作りにしたのか、すげえ謎。究極はすげえ簡単なのに。究極はご利用するから、何も気にしなくていいんですけど、友情コンボね、まあ、倒していくと。はい。で、清掃ちゃんは上行きますと。で、これで、うまいことバリア割れたら、いけるぞ！頼むぞ！よし！あー、でもなんかドクロに含まれてる！あ、そうだ、これボスのバリア割ってねえや。これで攻撃で、これ近い敵に一発しか撃たない。何このクソ雑魚攻撃。とりあえずこれドクロ倒してバリアも割りたい。5。よし！あー、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。これで、よし、攻撃くれ、攻撃。おー、おー、来た来た、これなんですよ。普通の敵だったら、ただ見ていることしかできない。眺めていることしかできないのが、おおいや、こうなっちゃうわけなんですよね。まあ、反撃モードで。あ、でもこれ敵の攻撃時間意外と長いから。はい。これができちゃうと、なんかガチ接待みたいな感じなんですよ。これもちょっとめんどくさいけど、すべての敵を、はい。あの、ドクロも死ね、はよ。ドクロクソ邪魔だから早く死んでください。で、覚醒するでしょ。で、こっからまた雑魚呼び出せないのね。超めんどくさいけど。でもやっぱバイタルキラーかかってる状態でマジで攻撃が入ると、すごいダメージほんと叩き出すな。1、2、3、4、5。はい、6。パンパン。で、SS 使って、なんか敵を倒していきたいのと、あと上配置しとかないとちょっとレーザーが当たらないか。はい。横間で。よし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 。これで反撃でちょっとこれフェンリル倒してない。攻撃くれ攻撃。お、来た来た、おー、ありがたい、これ。こういうのもできる。いや、これでだから接待いい感じに来てくれるとすげえいいんだけど、ちょっとこれ怖いな。ちょっとこれ SS 使うとすげえ怖い。ま、ムソルグおじさんの殴りで終わっちゃいそう。
よし。3。あー、やばい、これ。攻撃があっても。攻撃ないし。だからバリアは、まあ、これも殴りでいいや。なんかもう友情をうまいこと当てられる気がしない。はい。3。とりあえずこいつ倒すでしょ。3、4。あ、いいね、これ。いけるか？あー、そっち行っちゃった。なんで、まあ、ちょっと最後はうまいこと見せられなかったけど、まあ、こういう反撃でのダメージを与えて、なんかうまいことするっていうのは、清掃ちゃんしかできないんで、これがね、刺さると、清掃ちゃんにしかできないから、なんか他のハキャラじゃ代用効かないよね、みたいな感じになるかもしれない。あとはね、やっぱりバイタルキラー EL なんで、まあ、このヒットポイントが高い状態で何かをしろみたいな、ワンパンが基本的になってくるような感じの戦い方だったら、清掃ちゃんはマジでぶっ刺さるんで、今は、いらないけど、将来ぶっ刺さった時には、クリムトとか、まあ、シャルル・マーニュみたいに、もう持ってないとやべえキャラやみたいな感じになるかもしれない。そこに危機感を覚える人は、引いとくといい。危機感別に覚えないっすっていう人は、引かなくていい。そんな感じになってます。